皆さんこんにちは、野谷智也です、えー。飛び職人として現場に出たり、現場職のコンサル、講演会を全国各地で行ったり、ものづくりという共通点を通して楽曲制作やバンド活動もしています。TikTok のフォロワーが10万人を突破する段階で、ものづくりのプロ集団を形成するオンラインサロンを開設する予定なので、よければ TikTok のフォロー、いいね、コメント、シェアとご協力していただけると幸いです。 はい。ということでえ、今日もお話をしていきたいんですが、今日のテーマは、えー、時間の価値を知らない人が多すぎるというお話をしていきたいなと思います。えー、っとですね、これは、まあ最近、ここ最近の動画、まあ大事な内容しか発信はしていないんですが、えー、っと、この時間のお話は、ちょっと改めてですね、皆さんにちょっとしておきたいなと思いましたので、あの、今回お話をさせていただこうかなと思いますよ。えー、っと、 この話を聞けばね、この世の中で、まあ、一番大切なものが何なのかっていうのが少しは見えてくるのかなと思います。はい。で、えっとね、まあ、早速本題なんですが、あのね、僕もね、前まではお金が何をするにも一番大切なものだなって思ってた時期がありました。はい。あの だってお金がななないいいと何も買えないじゃないですかうんであの僕は、ね、基本的にお金に全く興味がないんですよ。なんですけどあの好きな人を、ね、あの守るためにも、えー、大切な家族を守るためにも、えー、自分のやりたい夢を叶えるためにも、ね、結局お金がないと何もできないじゃないかよということに、まあ、気がついたわけですよ。前回の動画でもちょっと話しましたけどねあのそこでですねあのそもそも論時間がないとお金は稼げないわけですよね。 これめちゃくちゃ単純な話なんですけどあの、お金がないと好きなこともできないし、大切な人も幸せにできないと。うん、時間がないと、えー、お金を稼げない。お金がないと好きなこともできないし、たいあの大切な人も幸せにできない。ってことは、これ原点時間なんですよね。うん、この数式的に見ると。うん,なんで めっちゃ単純なんですけど、ここ意外にみんな勘違いしてる人が多くて、やっぱ目先の利益とか目に見えるお金っていうのに走ってしまう人がめちゃくちゃいるんで、まあこれはみんな分かってるけど注意喚起的な話ですね。まあ、改めて言われなくても野谷さん分かってますよっていう人いるんですけど、いや分かってないやろって人が多いんで、ちょっと改めて注意喚起的な動画になってます、こちらは。うん。で、分かりやすい例えも出してお話をしていきたいんですが、まあ、あのー、 ここで大事になってくるのはお金を膨らませていくためには、えー、結局お金を膨らませるってことに関してお金を増やしていくってことは、えー、直結して、えー、好きなことができるようになって大切な人たち大事な人たちを守ることができて幸せにすることができるよってことですねうんだからまあそのお金を膨らませていくためには、まあ、事業自体、えー、の不労所得システムをどれだけ形成できるかってことだと僕は思ってますでいろんな動画で言ってるんですけど僕は基本的に従業員として働いてその先にそこから事業を始めるためのシステム あの資金を集めたら基本的に皆さん事業を始めた方がいいよっていうことはえ随所で僕は言っています。なのでそれを一番僕はおすすめするんですけど。あのー 基本的にその不老所得システムっていうのを自分が動かなくても、えー、利益が回り続けるシステムっていうのをどれだけ形成できるかっていうところが、えー、すごく大事なところになってきますで,できた時間を人間関係の形成と、えー、技術向上、えー、例えば僕だったらクリエイティブな仕事をしてるんで技術を向上するっていうとことかに作品のクオリティを上げるとかですねえー、とことか、えー、とそれに付随して事業を広げてたために必要な人間関係っていうのを、えー、広げていくっていうことに時間をフルベッドするんですよあのフロー所得システム を作って時間ができたものをねそこの時間を全部フルペットするとでここを押さえとかないと永遠に時間貧乏人間になってしまって、えー、それに付随してお金も幸せも増えないといあのずっと自分が働き続けてるとえっとその自分が働いた大会に対しては労働賃金しかもらえなくなっちゃうのでそうするとえ時間が一向に生まれないのでそこからのえ先の なんだろ伸び率なななんか全くなくっなっちゃうってことですねただ、従業員で働いてるとてっぺんが決まってくるっていうのはそこにあるんですよね。いくら技術が高くても、その会社の中での利益があって、その中からあの分配されて、まあ、その一人の人に給料が払われるわけじゃないですか。で、えっと、そこのてっぺんというのは決まってきちゃって。 でえー、その人が働ける時間っていうのは人間1日24時間しかないわけですからそれこそ今ホワイト企業とかってどんどんそういう風になっていて、えー、1週間に3日休みがあるとこもあれば2日休みがあるとこもあればっていう世界になってきてる中で、えー、フルタイムで働くってのも難しくなってきてる時代で。 まままあ限界でで働いてててもやっっっぱてっぺんは決まってきちゃうわけですよね自分が動いた分に対して労働が払われるってことに対すると。だから僕は不労所得システム、事業を始めて不労所得システムを形成しろと。もしくは自分が働いていて、普通に本業で働いている傍わらでサイドビジネスを走らせろっていうのはそれなんですよ。で僕がいつも言うようなサイドビジネスを走らせるんだったら、その、 えーとインターネットビジネスでできる、えー、っとストック型の不ー所得システム、えー、自分が動かなくても、えー、一つの、えー、作品だったりとかサービスを出したらそれが、えー、オンライン上で永遠に利益を生み続けるものを作った方が、えー、時間に縛られずに、えー いろんな事業ができるよっていう話をまあ僕はしててるんですよね、うん、っていうところをま,あまず押さえておいていただきたい。そこをまず時間を確保しないとお金も幸せも増えていかないし、逆に時間を抑えれば売買ゲームでそこはどんどん増えていくよっていう、そういうシステムになってるってことですね。この世の中が。うん。っていうことでですね、えー、と皆さんにちょっと想像がしづらいかもしれないので、皆さんがちょっと聞いたこともあるかなみたいな話をちょっとしていきたいんですけど、まあ、あのお金持ちの人って、まあ、家事あるじゃないですか。あの家のね、 えー、家にことと書いて家事ですね家事家のことを,、えー、をする人を雇ったりするじゃないですかうんでまあすごいお金あるなって皆さん思うと思うんですけどあれ別に贅沢してるわけじゃないですよ <laughs> あれあのあの贅沢して楽したいからあそこにお金を使ってるわけじゃないですよねお金持ってる人たちはあれはあの時間をお金で買ってるんですよ、うん 人生100年時代で考えて今100年時代って言われてるじゃないですか100年時代で考えてえっと家事に使う時間ってだいたい平均8年から9年分くらいだいたい使うって言われてるんですよね人間って8年から9年ですねでその8年とか9年とかっていう時間をお金で買ってるってことですね でその空いた時間でまた何か事業をしたり好きなことをしたり人間関係を形成したり家族と過ごしたりとかっていう自分が使いたい時間に使っていくということを、えー、彼らはやってるって感じですね。で、まあ、こういう感じで時間とお金と幸せの相互関係っていうのを把握した上でいろいろなことを考えると。 まあ今やるべきことがかなり分かりやすく見えてくるのかなと思います。えー、皆さんの生活の中でもこれはもう間違いなくて、えっ、ー、とー、最近だったら UberEats とかもそうですよね。あれって、だから、言ったらあれも、あのー、届けてくれるサービスって、あ,あれ時間をお金で買ってるだけなので、えー、まあ買いに行けばいいじゃん、お金もったいないんだからっていう人がいるんですけど、そこに対して余裕がある人が UberEats を使うわけですよね。うん。 食事をする時間っていうのは絶対にカットできないけど、食事を買いに行く時間っていうのはカットできるなっていう。それを大体30分ぐらいの時間をお金で買ってるっていう感覚ですね。僕は Uber Eats は正直食自体に、あの、まあ、正直全く興味がないので、僕は普通に家の近くにコンビニがあるし、スッと買いに行っちゃうんですけど、あの、家の近くにコンビニがないよとかっていう人とかは、えっ、ー、と、まあ、ある程度あと美味しいもの食べたいよって人は Uber Eats とかはすごい、 いいサービスだなと僕は思ったりします、ね、であの結構みんな勘違いしてる人いるんですけどあのお金を持ってる人たちっていうのは、えっと、無駄なとこにお金を使わないですね。でそのお金の使い道は時間を確保するためだけに使ってます基本的には。うん。あのー、そうなんですよ。あの贅沢をして、あのー、なんだろうな車を乗り回してあのフェラーリとかポルシェとかを乗り回してる人たちって世の中でみ、あのー、み皆さんが普通に生活してるところで いると思うんですよね乗ってる人の街中とかでいると思うんですけど、まああいう人たちのほとんどの人たちは時間貧乏の経営者さんとかですねうんだからあれ以上の先はないんですよ結局はで本当にお金持ってる人たちっていうのはえっ、ー、と、まあ、資産家の人とかそういう投資家の人とかたくさんいますけどえっ、ー、と不労所得で入ってくるお金が毎年だいたい2000万から5000万とか、えー、ひたすら多い人で1億とかあってその中で、えー えー、空いた、えー、お金でフェラーリとかプルシェを乗り回して遊んだりとか、えー、旅行に行ったりとかしてるっていう感覚ですねあの人たちがやってるのはなんでそこって全然違うんですよ、うん、自分の私利私欲のために経営で事業で出したお金をそこで、えっと、使うべきとこはそこじゃないですよフェラーリを買ったって時間は買えないじゃないですか 分かりますよねフェラーリとかポルシェを買ったって時間は増えないですよね。逆に時間奪われますよね。普通に考えて。あのー、車っていう移動手段って全然時間を確保してくれないじゃないですか。だったらタクシー使えばいいし。うん、で、お金もしかも吸い取ってくっていう悪魔みたいな、えー、ものなので、車っていうのは。えっと、これに関してはっと勘違いしてほしくないのは、仕事で使わなきゃいけないって人は全然いいですよ。仕事で使わなきゃいけないって人は全然よくて、まあ、だとしてもフェラーリとかポルシェを買う意味はよくわかんないんですけど、あと、あと、あれですね、地方の人とかね。やっぱ車 車を買うこと自体が全部ダメって言ってるわけではないんですがそういう金の使い方をしてる人たちが結構、えー、と目に見える経営者の人とかは結構多いかなということなんで、まあ、それプラス今日の話はちょっとずれちゃうんですけど、まあ、そのお金に対しての知識っていう部分の、えー、とこが、えー、ファイナンシャルリテラシーっていうんですけどそのお金に対しての知識がちょっと低い人たちが、えー、と世の中の経営者の人は結構多い日本はですね日本は特に、えー、低い っていうのが、えー、ファイナンシャルリテラシーが低い経営者がいるランキングみたいのがなんかあるんですけど、なんかあるみたいなんですけど、それでも,もうかなりもう上位に、はい、食い込んじゃってる。なんだっけ、3位とか4位とかそんぐらいだったっけな、確か。なんか全国でそんぐらいなんで、えー、そんぐらいお金の知識がない人が、えー、経営をしてるっていう国なので、 えー、あまりこういう話も聞ける機会がないかなと思いますので、皆さんにここでちょっと知識を、えー、ちょっと本筋とずれちゃいましたけど、ちょっとお話ししおきました。えっ、ー、とですね、まあ、まとめると、えー、とりあえず、あ、そうそうそう、あの、最後にね、あの、時間がめっちゃ貴重なのは、ここまでいったら分かったと思うので、あの、他人の時間泥棒っていうのはしないようにだけ気をつけてくださいってことですね。これは皆さんちょっと押さえておいていただきたいと。えー、ちょっとまとめると、えっ、ー、と、時間とお金と幸せは、えー、とても根強い相互関係にあって、何より時間がないと生み出せないので、まずは時間 時間をたくさん確保することを考えようその上で時間泥棒にならないように気をつけてくださいということですねはいまあこれが今日の、えー、話したい話でした、えー、今日はですねとりあえず、えー、テーマで言うと時間の価値を知らない人が多すぎるという話でお話ししてみましたと いうことですね。え他にも TikTok の動画は、えー、毎日18時に1本、えー、YouTube と同じ時間ですね、えー。18時に1本投稿してます、えー。生配信に関しては毎日20時から21時が TikTok ライブ、21時から22時半が LINE ライブとなっております。そちらでは現場やものづくり系の最新ビジネスのお話をしていますので、興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。えー、それでは今日もここまで聞いてくださりありがとうございました。それでは明日もご安全に。